私、芸大の彫刻科に入学してから、彫刻科では塑像をやったり、木彫をやったり、石彫をやったり、金属で彫刻作ったりとか、いろいろ種目を勉強するんですが、木彫に一番、なんていうか、相性が良くて、木彫をずっと作り続けて、それで大学院を出て、それから助手になって、講師になって、助教授になって、教授になったっていうことで、ずっと芸大で過ごさせてもらってて、基本的には木彫を中心に学生に、自分も制作して学生に指導していると。で、その間、後半になって、芸大の中に文化財保存という、昔の美術品を修復したり研究したりする科があるんですけど、その中の彫刻、仏像を作る、研究する科があるんですけど、コースがあるんですけど、そこでも兼担という形で、ちょっとお手伝いをさせてもらったということで、ずっと私の、なんていうか、制作創作活動は彫刻中心に動いているという形になります。そうですね。大学院の中に文化財保存っていうのがあって、日本画であったり、油絵であったり、彫刻だったり、工芸、建造物っていうのが、工芸もあるのか、コースがあるんですけど、彫刻の先生が常勤の方一人だけだったので、サポートっていうほど私はそれほど詳しくはないんですけども、仏像の研究の、一緒に学生と一緒にやるという形で、私が自身が随分仏像の勉強をさせてもらったということであると思います。また一方、大学の中では学生が古美術研究旅行っていって、奈良京都で、古美術の美術品を見に行く旅行があるんですけども、時々引率に行って、本当に日本の国宝の仏像とかをたくさん見る機会があって、だんだんそちらの方にも、私木彫をやっているもんですから、仏像っていうのも、混同物もありますけども、ほぼ何パーセントか分かりませんけど、90%ぐらいは多分もっとかもしれません。木彫が仏像の素材としては一番多いので、私自身が木彫をやってるってことで、すごいシンパシーっていうか、共通性、つながりっていうのを感じて、それの方の勉強するのもすごく自分の中で楽しみでありました。ですね、私がここ COI に関係したっていうのは、まずはすごいちょっとしたサポート、文化財、文化共有、COI の文化共有グループで、宮迫先生は日本画系の平面系の先生なんで、ちょっと立体物も、立体、仏像とか立体のものも扱うので、ちょっと見てくれないかっていうことで関わるようになって、最初はちょっとしたチェックだけで済んでたんですけど、だんだん深く関わるようになったというのが実情です。いや、これは一応文化共有ではスーパークローンっていうクローン文化財を作るということで、これはここにあるのは法隆寺の金堂の釈迦三尊像の、今ブロンズになってる状態で、これは実は2体目なんですけど、1体目は現状っていうのは、作った当初は金メッキで、金で輝いてたわけですけども、それがだんだん金が剥がれてきたり、緑青、ブロンズって緑青っていう化学反応があるわけですけども、緑青に色になってきて、金が少し残ってて緑青っていうような現状があるわけですけども、そういう、これはまたもう一つ作ろうということで、最初の初期の状態で作ろうということでやってるわけで、これは 3D 計測をして、それを 3D プリントした、あれなんか 3D プリントした、
原型で、それを鋳物屋さんでブロンズにしているという状態で、ですよね。今彫刻の作り方として、あの 3D プリントっていうやる人がいるんですけども、これは法隆寺さんの金堂を入れて 3D データを取るカメラがあって、それでカメラで撮影して、それをデータで 3D プリントしてくれるところに持ってって、そうすると、まあ 3D プリントのやり方も何種類かあるんですけども、積層したり液体の中で形を作ったりするの、まあ、それで立体の同じ形にして、それをこの鋳物屋さんに持っていくと。例えば昔だったら木刻っていって、まあ、粘土でこの釈迦三尊の形を粘土で作って、それで型を取って、それを鋳物にするっていう形があるわけですけども、実際にその 3D プリントをしちゃうと彫刻家が何か作る必要がなくなるわけです。ただ、まあ、彫刻家としては、仕事としては、それをできたものをやっぱりそのままだとブロンズできないんですよ。まだ今の精度はちょっと若干あの問題があって、もう少しクリアにしていかなきゃいけない部分がある。そういうチェックをした後、手直しした後ブロンズ屋にで、またブロンズ屋にした後、またちょっと磨きなき、あの鋳物のその鋳造痕みたいのがあって、その表面が少しざらつくところをきれいにしたり、そういうような仕事がありますよね。やっぱりここで僕もあの CY で関わるようになってから、 3D データの、まあ、データの処理っていう問題とが、まあ、コンピューターの精度の問題もあるし、これで2個目って言いましたけども、1個目より全然いい状態になってるんです。やっぱりそこで5年か6年 の、 あの時期があるんですけども、本当に日進月歩に 3D データの取り方、 3D データのコンピューターでの処理の仕方、それを 3D で処理したデータをプリントする能力、それはどん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 本当にあの進歩しているので、あのそういう意味ではもう少し経てばもっと楽になるっていうか、あんまりあの事後処理しなくてもできるようになるかもしれません。なると思います。難しいのは、作る上ではそんな難しいことはないんだけど、さっき言ったデータがどれだけ正確に取れるか、まあ、一番難しいのは もしかしたらそのコンピューター上でちょっと画像を処理するのはちょっと専門的な知識がないとできないし、まあ、僕はできないからスタッフがそれを やってくれてるんですけども、その辺のデータ処理っていうのは、ちょっと専門知識がいるかなと思いますけど、その辺のだから専門知識のがなくてもできるようになるか、あるいはそのもっともっとデータが良くなるかっていうところがこれからの問題だろうと僕は思ってますけどね。まあ、あの我々が祖神伝神っていう展覧会の名前で、あの絵画であったり、あるいは例えば敦煌の洞窟であったり、まあ、法隆寺の壁画彫刻仏像であったりするものを展示するっていう、これはあのそこへ行かなければ見えないっていうような問題をもうちょっと身近にクリアできるってこともあるし、私自身が思うのは一番大事なことは、例えばこれブロンズなんですけども、法隆寺のこの釈迦三尊は、釈迦三尊像は本当にラッキーなことに何回か火事があっても、ブロンズって金属だから結構残るだろうと思っていらっしゃるかもしれないけど、ブロンズって溶けちゃうんです、火事になると。で、例えば東大寺の大仏ってあれ3個目なんですけど、基壇っていうか一番下の蓮弁の部分は、あそこに登らせてもらうと見ると、もう天平時代のもの残ってるんだけど、上の方はあの江戸時代の仏像なんですね。で、こういう素晴らしい日本の国宝のものがやっぱり例えば火事になったりとか何かあった時にあのなくなってしまう。で、我々まだやってないんだけど、例えば木彫でそういうことが今やろうとして準備して、もう実際にそろそろ取り掛かってるんですけど、木彫の場合は本当に燃えちゃったりして、あの本当に
真っ黒焦げになった仏像とかもあることはあるんですね。それデータで持ってればもう一回同じものができるっていうようなところは、この方がまあみんなで皆さんに見てもらうっていう大事なところもあるし、そのデータで取っておくことによって、まあなんかないあっちゃいけないし、そういうことはない方がいいんですけども、万が一そういう時でもまた蘇らせることができるっていうのはすごくクローン、スーパークローンの大事なところではないかなと、ちょっとここに関わってみて感じたことですね。まあ写真とかね、まあ堀内さんなんかの場合特になんですけど、そんなにしょっちゅう近くに見せていただけることがないし、まあ昔の画集とかを見ていろいろ比べているんですけども、そのまあ多少違うところはあるかなと思うし、まあその辺のそのデータ処理の問題でまだまだこの足らないところが我々もあったんで、それはもっとクオリティを上げていく必要はあるだろうと思うし、そのやっぱり例えば日本の国宝、まあ私は彫刻だから仏像関係のものを、例えば先ほど言った文化財保存の彫刻のでは、まあ、3D データ取って、でそれを見ながら手で作ってるんですね。まあ、その手で作るっていうこともすごく大事だと思うのは、そのやっぱり技術的な問題の継承っていうのはすごく大事なところで、やっぱりで昔は写真見て作ったけど、今は 3D データを見ながらのコンピューターをそばに置いて学生は作ってるんですけど、そういうやり方もすごく、もちろんそういうのが作れる技術者が必要だっていうのは、やっぱりそれは日本のすごくアドバンテージだと思うので、まあ、特に日本の人器用だし、そういうものを作る能力があるんで、そういうやり方とこういう 3D データを取って、でデータでプリントしちゃって、ただでもそれを修復したりちょっと修正したりするときには、やっぱりそういうのができる人じゃないと、ただ普通に素人の人がじゃあそこちょっと磨いといてっても適当に磨いたら違ったものになっちゃう。どこまで磨く、どこ、これがどこが余分な、どこが、そういうのはやっぱりまだまだ必要なところであって、それがどん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 必要なくなるってことが、まあ、最終的には大事なことだろうと思うんですけど、今はまだまだそこまで行ってなくて、まあとにかく人間の手で模刻しなくてもプリンターでできたものでほぼ同じのができると。でこれをどれだけクオリティを上げていくかっていうのが、これからのこういう部分では課題だろうし、このデータの、あるいは日本の国宝とか重要文化財のデータの蓄積っていうのがすごく大事なことだろうと思って、 COI の役割としては、文化共有の役割としては、その辺はすごく大事じゃないかと僕は思ってます。こういう個人的な話をしていいかどうか分かんないんですけど、私自身がこのコロナの3月から5月にある都内の美術館で個展をやってたんですね。それで最初はオープンしたんだけど、どんどん広がっていったんで一回中止になって、それでまあ美術館のやり方、ご配慮で1ヶ月延長してもらって、最後はまた見てもらえたんだけど、でもやっぱりあんまり人入っちゃいけませんよとかね、いろいろそういうこと、美術の方はまだ少しは今でもすごいチェックが厳しいけど、検温していたり手洗ったりとかね、そういうのありますけども、まあすごい混む展覧会は難しいかもしれないけど、基本的にはできるようになってきてる。あとまあ音楽の方が一番難しいのかなと思ってて、やっぱりそのまあクラシックはみんな静かに聴いてるかもしれないけど、ちょっともう少しポップとかの場合は盛り上がったりすると動き回ったりすると汗かくとか、そういう話で開催できないっていう。じゃあそれでまあ今日みたいな映像でできるかっていうと、例えば美術なんかの場合は映像で見れば分かるんですよ。ああこういう作品だなとかね分かるけど、この
音楽だって、ああ同じ、それは CD で聴いたのと同じかもしれないけども、でもやっぱりライブの魅力っていうか、実際に見た時ので、私なんか彫刻家なんで、やっぱりこの会場に行って私の作品、ある作品を見ることによって感じるものっていうのがあるわけで、もちろん音楽もあると思うんですよ。そういうところがコロナの影響でなくなって、じゃあどうすればそれが、そういうなんていうかことが、あの違和感なくできるかっていうことは、やっぱりまあ分かってる人は分かってるかもしれないけど、私なんか見てて考えて、なかなか難しい、答えはもう少し皆さんで議論しないと出てこないのかなっていうような気はしてますね。つい先日もまた再開した、別私の友達が出している展覧会見に行ったんだけど、すっごい厳しくて入場が、それでなんかこのチェックする人たちもなんかあんまり機嫌が良くない感じでですね、来るなよみたいな感じで言われて、なんだかこの展覧会を見るのが、僕展覧会見るのすごい好きなんですけど、楽しくなかったっていうのは、いやみんなやっぱりコロナでしょうがないやってるんだよみたいな感じもしないでもなかったんですね。まあそうじゃないかもしれない、私 あのただそういう勝手に感じたかもしれないんだけど、なんかねやっぱりみんな戸惑ってる感じがあって、まあこれはいつ、まあコロナ、今度新しいコロナの病気の、まあお薬ができないと、できても今度感染してもインフルエンザの注射じゃないけど治るよっていうような形にならないと、みんな気が晴れないのかなっていうような気はしますけどね。それが、重症者は減ってるって言ってるけれども、数は増えてるし、じゃあどこまでどうしたらいいかっていうのは、僕らみんな医学の専門家じゃ全くないわけだから、誰の言葉を信じていいかわからないし、ある人は全然大丈夫だっていう人もいるし、ある人はもうみんな検査を受けてみんな病院に入んなきゃダメだって言ってるし、その辺のその、まあ、誰も統一見解出せない。やっぱり薬ができるまで、で薬ができたら世の中変わるかどうかっていうね、コロナ以後とコロナの前とね、どう変わるかっていうのは、それはちょっとここまで生きてきて、こんな世界が大騒ぎしてるの機会っていうのは、まあ今までなかったわけだ。平和に生きてたし、それはちょっとアーティストとして興味はありますよね。興味っていうのは変だけど、なんか、まあ、例えば2011年の東日本の大震災の時もそうだったんですけど、やっぱりすぐに反応してそれに対応する作品作る人もいれば、少しちょっと貯めてね、やっぱりちょっと熟成してからものを作っていく、発信する人もいると思うんだけど、コロナでじゃあすぐにこう対応できる人ももちろんいるし、少し時間が経って世の中本当にどういったリモートワークみたいなのがどんどん増えていって、展覧会もリモートでやりましょう、音楽会もリモートでやりましょうってことで、みんなが若い人はそれでいいって言うんならいいのかもしれないけど、この年になるとやっぱりもの、やっぱり実際に見るとね、例えば好きな絵を見て、ああこれちょっとスペインで見たいなと思って見たら、あんま良くなかったと思う場合もあるし、いやすごい良かったなっていうのがいくつかあるわけですよね。それはやっぱり画集で見たりテレビで見たり映像で見たりしても僕は分からないっていう、僕はそういう世代なんで、まあ若い皆さんはどうだか知りませんけども、その辺のことはね、やっぱりものを作る人間としてはやっぱり本物を見る、まあこれは本物じゃないんだけど本物に近いものを見ることによって、やっぱり空間を、僕は彫刻家だから特に空間を含めて感じてほしい部分っていうのがすごくあって、それは画像だったり映像では見えれないっていうのが正直なところで、この辺はどう変わって、じゃあバーチャルで見れば、バーチャルの方がもうちょっと分かりやすいんだけど、バーチャルで彫刻作っている人の作品見たことあるんだけど、
こうやってこの辺にあれかなと見えるんだけど、ちょっと違うかなっていうような、あのトライとしては面白いと思うけど、まあまだ初期の段階だからまた変わるかもしれないですけどね。え、完成品じゃないです。これは、ね、あの先ほど言いました 2体目の、はい、釈迦三尊で、我々の計画としては過去現在未来の釈迦三尊を作るっていう中で、現在っていうのが今ある美術館に、今あさってから始まる美術館で展示されているものであって、あのまあちょっと全部は持っていけなかったんで、場所がちょっと狭いんで、それは現在っていうのは先ほど言いました金が金メッキしたのが剥げてきて緑青を拭いてちょっと緑色っぽいとこと少し金がっていうのが現在ですよね。でこれは創建当初一番最初作った時は金だったわけですよ。金に輝くものを見て、飛鳥時代の人たちはどう思ったろうっていうようなのがあると思うんですけども、それを平成あ令和だ令和の現代人が見てどうだろうっていう初期ので、それが過去なんです。過去っていうのは一番作った当初で、あともう一つ未来っていうのがあって、未来はまあ我々のスタッフの、まあ、ヘッドが宮迫先生が考えているのがガラスで作った釈迦三尊を、今もう大変なんですけど、ガラスで釈迦三尊をクリアなガラスで作ろうとして、今ある下町の町工場の人に顔とか、まあ、全体はちょっとまだ無理だっていうので顔の部分だけ手の部分だけガラスで作るって、で過去現在未来っていう、まあガラスは中から光を当ててちょっと五光を差すような感じに作ろうっていう、まあそういうのの一つで、これはあのこれからもうちょっと処理をして、あの金の釈迦三尊にする予定なんです。まあ私あの立体として釈迦三尊ばっかりやってるわけじゃなくて、今敦煌の57窟っていう壁、あの敦煌には中に壁画もすごいいっぱいたくさんあるわけですけど、壁画のと仏像があるわけですね。で敦煌の仏像っていうのは粘土に色を塗っているものなんで、粘土っていうかこう削ってね、洞窟を土を削って、それにあの後で色をつけてお化粧しているわけですけども、やっぱりその唐の時代、もうちょっと前から唐の時代、唐が一番多いんですけど、もう随分昔の話なんでかなり壊れてるんですよね。やっぱりそこでお坊さんとか、あるいはお坊さんじゃない人も生活してたりするもんですから、まあその割には綺麗に残ってるんです。まあある程度あのいいところは閉鎖しながら残していってたんだと思うんですけど、やっぱり結構秦の時代、まあ日本でいうと江戸時代ぐらいにあんまり上手じゃない人が直しちゃってるんですよ。それを我々57窟は57窟にある仏像はちょっと唐の時代じゃないんで、唐の時代だったらどうだったろうかっていうのをちょっと日本、さっき言った文化財保存の学生を中国敦煌に行ってもらって、向こうで作った、まあ彼すごい上手な人だったんだけど、それを向こうの研究、敦煌の研究員の彫刻専門の人と一体ずつ作って、それが今あの始まるやつで展示してるんですよ。まあそういう、じゃあ唐の時代だったら他の唐のである程度残ってる45窟がそういうのあるんですけど、それをちょっとみんな真似しながら唐の雰囲気をで作ったりっていう、そういう立体の研究もしてるんですけどね。まあそれはちょっと面白い研究だったんですけど、それはですね、これがまたやっぱりあの色の科学技術の進歩で、はい、まあ、向こうで粘土で作ったんです。さっき言ったように、はい、あの保存の連中まず粘土で、はい、でそれはまあ 3D データないわけだから、はい、他の靴の唐の時代の雰囲気を出して、まあそこにある像は形式はほぼ同じだと思うから、それの形式の唐っぽいやつで作って、それを写真撮って 3D データ撮って
だから物を運ばないでデータを送ってもらって、それをうちの、まあ、地下にその 3D 切削する、ちょっとあんまりいい精度じゃないんだけど、それをある程度切削して、それに、まあ、ここのスタッフで、まあ、彼も含めてちょっと彫刻に 作ったっていう形で、今そういうなんかデータで、まあ、これは 3D プリントしていいものにするんだけど、さっき言ったように木彫でやると 3D データを木に切削するか、でその場合あの釈迦トンコの場合は塑造なんで、塑造でやってもいいんですけど、まあ、あの発泡スチロールでを削って、それにコーティングして、あの堅牢なものにしたんですけど、そういう木の切削もできるわけよね。だから 3D プリントのやり方、 3D 切削ってやり方もあって、これはだから立体の中で、まあ、先一番最初に言いましたけど、日本の仏像でもう 90% 以上が木彫だっていうことになればなってると思うんですけど、それを 3D 切削という形で作っていけるってことは、いろいろ研究が幅が広がるんじゃないかなと思ってますけどね。だと思いますけどね。やっぱりその感動っていうのはもちろん画集見たり映画見たり、まあ映画じゃない、この映画は映画だからあれです。美術品、絵画とか彫刻の場合、画像と、まあ、映像で彫刻見てもいいものはいいと思うかもしれないけども、やっぱり空間の中に置かれたものを見るってことは、まあ、彫刻家の視点から言うとすごく大事なことだと思うし、僕は建築って建物すごい好きなんですけど、あれ写真で見ても多分分かんない。例えば教会に入ったり お寺さんの空間に入って、大きさとかその全体の雰囲気を感じるってことが、やっぱりこの人間がそういう創作物を見る時の一番の大事な要素じゃないかなと僕は思ってますので、だからコロナ以後そういうことはしませんですよって言われても、それは本当に楽しいことを、大事なことを、忘れちゃうんじゃないかなっていうような気はしてますけどね。そうなんですね。だからやっぱり保存の連中たちもね、まあ、3D データを見ながら模刻してるんだけど、まあ、保存の先生なんかはよく夏休みとかね、学校来れない時はちょっと模刻して途中のものをお寺さんに持ってって隣で掘りなさいとかね、やっぱりその、まあ、データだけじゃなくて本物を見て、じゃあ本物はどういうふうに置かれてるかって見て、その雰囲気をやっぱり感じながら作るってことは、やっぱり作られたものに対してすごい影響力が、僕はやっぱり自分の気持ちもそこに入っていくだろうと思うんですよ。それはとってもそのアートを作る、あるいはアートを継承する人間として、でただそれは継承だけじゃなくて、じゃあそれは 今ここでやってるクローンは、スーパークローンは同じものを作ろうとして、まあ本当は超えるものを作りたいわけだけども、例えば僕なんかその創作をしている場合は、そのそういうことだけじゃなくて、やっぱりそういろんなものを感じることによって自分の作品に付加価値を与えられるっていうか、大事なことが込められて次の文化に、彫刻に、絵画に引き継がれていくものであろうとふうに信じてやってるけど、なかなかうまくいきません。終わろうと思ったんだけど終わらない。次の楽しいことを、自分の彫刻の中で楽しいことを見つけちゃったんで、もうちょっとやろうかなっていうのがある。